はい、なんだこれおい。はい、お願いします、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオネームレッツゴー万引きジーム、アリウさん、松下由紀や鳴海莉子と並ぶデブ三重師深田恭子さんが最近痩せたと話題になっていました。今年2月12日に4月スタートのドラマの会見をした際、ネット上では深キョン顔ちっさ、体かなり絞った、こんなにシュッとしたイメージじゃなかったんだが、隣にいる桜庭ななみってこうそんなに太くないはずなのに深キョンの隣だと深く見える、足細いなどなど、痩せた深田恭子さんを絶賛する声が多数ありました。しかしこの間の月曜日に発売された週刊プレイボーイにて表紙と関東グラビアを務めた深田恭子音体に対し、プレイボーイは八切れ日という見出しをつけ、完全なるデブ扱いをしていたのです。おい周囲者、誰が八切れパンパン関取ボディだ。こら恭子ちゃんは一生懸命頑張ってガリガリに痩せたんだよ。その証拠にグラビアを見てみろ。くびれもねえ、腹筋もねえ、脇の下の肉がだるんだるん、クソデブじゃねえか、なんだこれおい。これ合わないな俺だけど、その体が悪いと思わないから俺ピンとこないわ全然ね。あ、ちなみに入ってる、入ってます、入ります、入ってます深田恭子ちゃん入ってますよ。いつの時のですか。いつ、うん、いつでもいいですよ。うん、いつでもいいですね深田恭子さんならどの作品でもいつでもお待ちしてますよラジオの三平、元柔道家の石井聡とかいうジャガイモ野郎が夫婦揃って行列のできる法律商談所に出演し、とんでもない性癖を告白してやがりました。10年間奥さんのファンで追っかけだったので、一緒に住むようになると反動が出てきて、奥さんがお風呂に入ってる時にパンツを毎日集めてました。自分のカンカンに入れて匂ってます気持ち悪ってめえほぼゲスなんじゃねえか。俺もばあちゃんのパンティー匂ってみたことあるけどよ、クソみてえな匂いして鼻もげるかと思ったら一回でやめたわ。多分シンナーより体に悪いからほどほどにしとけよ。なんだこれおい。そうか、まあそういうのもデミ入れたいよね俺もパンツをパンツを集めてって悶々としてるっていうのも入れときたいよね、データとして。うん、そんな悶々で苦しんだ後にやっぱりその、あれだもんね、うん、やっぱりそのデミムーアとそのセックスができたら、はい、うん、やっぱ嬉しさ倍増だからねそうですか、うん、自分のシチュエーションというか、うん、自分のこうちょっと振りじゃないですか、そう、そういうのもなんか安田さっきからなんか欲しくなってない俺はね、あのね、沢尻ヘルターとかアンハサウェイプラダを着た悪魔ってメモってる自分が嫌だよねやっとアシスタントらしくなってきたじゃねえかラジオネームバーギナーマイク、有吉さん、三代目ブスソウルシスターズこと道端三姉妹のやつらが本人たちのファッションや美容の秘訣を綴った道端三姉妹スタイルとかいう本を出版するらしく、末っ子のブスが見どころを語ってやがってましたファッションもビューティーの方法も3人バラバラなんですよ。いろんな情報が3通り載っているので、そこでいろいろな私たちの新たな面を知れると思います。知りたかねえわそんなもん日本生まれ日本育ちのくせによ、周りのガイタルに紛れて平気でタメ口聞くような激ブスの押し付けがましいアドバイスなんざ聞きたかねえんだよ。だいたい大和なでしこの美容バイブルはな、7年前伝説的に売れなかったノリカバディに決まってんだろお前の本を立ち読みしてやるから、売れ残ったノリカバディ買ってこい。なんだこれおい素晴らしいノリカバディ、ラジオの三平、劣化版ピーターさんこと神田うのの野郎がなぜかコメンテーターを任されているノンストップで学生の就職活動に対する素晴らしい持論を展開してやがりました。100通も会社に送るなんて失礼ですよ。会社は本気度を試したいんです。結婚だって一人の人としかできないわけだから、一社だけ選んで送った方がいい。またてめえかクソババアもうお前の悪口言うの飽きたわ。何回このコーナーに出てくんだよバカが。何も知らねえくせに耳障りなキンキンボイスでベラベラくっちゃべれやがってよ。言っとくけどお前がこれまでにしてきた発言全部間違ってっからな。スタジオの片隅で汚ねえパンスと加えてもごもご言ってろなんだこれおい痛えなぁ。エンジェルあげときましょう。エンジェルあげちゃうんだよ。
ラジオ三平、クソジジイどものごちそうこと森崎由紀さんが男が元気になるビンビンレシピとセクシーグラビアを収録した DVD 付きレシピ写真集食と欲の発売イベントでこんなことを言ってがありました。人間の三大欲求である食と欲で男性が元気になればという思いで作りました。写真を見て料理を食べて世の男性たちに元気になっていただきたいですね。見ねえは食わねえは立たねえどうせジジイしか買わねえんだからレシピとかいらねえんだよマジで。変なジジイがお前のグラビアで 2,3 回しこって終わりだよ。ババアしか買わねえ川越シェフの本と抱き合わせってな、巣鴨のエロ本屋に並べとけ。なんだこれ。おい、俺は森崎ゆきさん入ってます。入ってますか、うん、何の作品。森崎ゆきさんがバニーガールのコスプレをした時のちょっと映像が頭に残ってます。残ってそれにしてください。もうすでに森崎ゆきとりあえずブレイク